2022年新年明けましておめでとうございます。東京下北沢からお送りするポッドキャストプログラム UKP ラジオ、 UK プロジェクト代表遠藤浩一です。ポリシックスふみです。 UKP ラジオはゆかりのある方をお迎えする番組です。皆さんからの感想などもお待ちしています。ハッシュタグ UKP ラジオをつけてツイートしてください。はい、お正月も休まずお届けしていく UKP ラジオ、はい、はい、明けましておめでとうございます。そうっすね、ちょっと油断してましたね、はい、油断してました。もうちょっとなんかおめでとうございますみたいな感じが良かったですね、はいはい、もう一回やります。じゃあおめでとうございます。おめでとうございます、はいはい、ということでね、はいはい、2022年は遠藤さんは還暦を迎え、うん、はい、ポリシックスは25周年と私たち二人も記念すべき年なんですけれどもそうですね、はい、UKP 所属アーティストの皆さんはどんなことを考えてるのかななんて思いまして、還暦って還暦って還暦ってね、ってやつですよね。そうっす ねなんか、うん、はい、その還暦亭の後のその声のトーンの低さうんって感じですよね。そうっす ね58歳ぐらいに戻りたいっすね。あ、ちょびっとですね20歳ぐらい若返るとかじゃないんだそれちょっとめんどくさい、ね、いろいろまだまだ50代みたいな、まだ50代なんだよっていうなんかねずっと58歳ぐらいで足踏みしていたいですね。もう交渉58でずっと行くでもあれなんじゃないですか。交渉だったら45ぐらいでも大丈夫じゃないですか。行けますかね、はい、行けます、はい、行けますじゃあそういう気分で、はい、はい、ですね、今回はあの皆さんからもコメントを、いただきまして、全部で、11組のアーティストが参加、してくれております。まずは4組続けて聞いていただきましょう。はい、はい、ビッグママからカナイくん、スパイシーソウルからケニー&アックン、あとしずごの皆さん、そして嘘つきから武田くんです。はい、ビッグママはギターボーカル金井雅人です。2022年我々ビッグママは新しい曲のリリースを控えております。ビッグママの新しい代表曲にそうなってほしい曲ができました。今自分たちが感じてること、まとってる空気、背負ってるもの、全てがその曲に込められたんじゃないかなと思います。どんな困難もアトラクションなんて言うてまして、この先何があってもどんな波でも乗りこなしていけるような、そんな気持ちが僕にこの曲を書かせてくれたんじゃないかなと思います。一人でも多くこの音楽が届いてほしいなと、そう願ってます。そして2022年個人的な目標は、これはもう2022年だろうと、23年、24年、25年ずっと僕こう言っているだろうし、言ってたいとも思うんですけど、相変わらず日本中に愛される曲を書いてみたいです。もうずっとビッグママで、個人でもそうかもしれないけど、この挑戦を懲りずに繰り返していたいし、どこかでそんな曲書けるんじゃないかと、まだ自分のことをにわか信じていたりもしています。というわけで、ビッグママギターボーカル金井雅人でした。ありがとうございました。どうもスパイシーソウルです。明けましておめでとうございます。明けました、はい、2022年ですよ。はい、2が並んでますね、はい、UKP ラジオですよ。ついにまたコメントを残せる日が来ましたか。しためでたいです、ね、めでたいですわ、まあ、僕らにとっても2022年はね、はい、飛躍の年にって、うん、言い続けても8年ぐらい経ってる気もしますが、うわー、遠藤さんと知り合って8年か。あの伝説の夜でしょ。伝説の夜ですね、うん、もう忘れもしないちょっとうさんくさかったもんな、なんか遠藤さんが、遠藤さんちょっとなんかやっぱ俺らもさ、音楽業界を知らないからさ、怖かったもんね。怖かった、もうザ業界人に騙されるんじゃないかと、そう見えちゃった。でも実際ね、こう UK に入って会ってみたら全然ね、うん、違いましたし、うん、僕とあくんが大好きな某漫画の、うん、重要なポジションにのなんかモデルになってる人がもうそれが決め手でしたもんね。 UK 決めたのが確実にそれなんだ、うん、決め手ですよ、もう完全に、はい、まあ、僕らもあのバンドみたいにね、うん、今年はドカンと、そうですね、はい、頑張りますので、引き続き2022年もよろしくお願いします。お願いします。以上スパイシーソウルでした。新年
明けましておめでとうございます。シーズゴンボーカルギター金丸とギターの正樹とベースの大志です。2022年になりましたけども、はい、我々シーズゴン、4月からですね、うん、春から全国ツアーも決まっておりまして、はい、東京では、4月25日、うん、はい、シズゴの日という僕らの、イベントというか、はい、年一のイベントがあるんですけども、はい、今回は豊洲ピットでの、ライブが決定しておりまして、はい、もう今からワクワクドキドキという感じですけど、ね、すまあ、まだ年始ですけども、うん、はい、個人的な目標、うん、大志ございますか？私ね、やっぱりちょっとね、うん、新人なんですけど、うん、新人の方なんですけど、うんうん、遠藤さんとさらにちょっと仲をね、深めれば、ね、というなかなかやっぱ機会とかも少なかったりするので、お会いする機会も、まあ、でもね、少しずつなんかね、ライブ後の打ち上げなんかも、うん、そうだね、できるようになってきたような気もするので、実は僕ら飲みますから、お酒。そうなんですね。うん、ね、うちの最年少大志が先陣切って一緒に、はい、いっぱい飲めますから、飲めますんで、はい、お酒の力を借りていこうということで、近づきになりたい、はいはい、ということで、はい、以上シーズコンでした。嘘つきの武田です。2022年は、話し合いでは5曲ぐらいリリースできたらいいねっていう話をしてたと思うんですけども、個人的にはフルアルバムを作る気持ちで、やってます。さらに、何かしらのタイアップを、取りたいというのが個人的な目標です。さらにさらに、ゼップワンマンを2022年にやることを発表するっていうのが、目標になってます。ちょっといろいろ目標を立てたので、皆さんよろしくお願いします。以上、嘘つきの武田でした。はい、というわけで、はい、スパイシーソルの2人はですね、はい、お正月っぽかったですね。そうですね、なんかね、愉快な感じで、なんか、はいはい、ちょっと楽しげで、声のトーンからして、うん、カナイは相変わらずのカナイ、ね、相変わらずの、はい、ブレない、はい、別に正月も何も関係ないんだ、ね、いつも言ってること一緒なんだそう、まあ、それも心強いです ね、 そうですね、ブレない男、さすがっす、はい、はい、シーズゴンは、うん、シーズゴン珍しく楽しげに声張って頑張ってて、はい、よかったです、ね、来週来てくれますね、はいはい、次回は、はい、皆さんで、そうですね、うん、コメントだと結構ね、うん、明るく弾けられますけど、はい、あの収録40分ぐらい収録だとそんなに楽しい話しないはずなんでそんなこと言わず、いや、楽しみです、予告しておきます、はい、はい、武田くん出だし暗いなと思ってて、うん、あと目標がなんかもう欲望に満ちてていいですね、はい、なんかね、はい、アップ取るぞ、なんだよそれ、ゼップはもうやることを発表するのが目標っていうそれね、家のね、ベッドから見た天井に貼っておく紙の話だからこれねそうね、俺はやるぞみたいな、グループ的にはそれだよね、別に今言われてもっていう感じしないですかいやでもいいと思いますよ、新年の目標、まあ、まあ言っとくとなるっていうね、そうですね、ことはありますけどね、でもあると思います、はい、はい、ありがとうございます。いやまあね、いや金井の本当変わんない感じ良かったな、うん、はい、んね、しみじみしちゃった、私もしみじみ聞いちゃった、はい、うん、はい、続いては、はい、テトから小池くん、佐藤くん、エッジファクトリーから清水くん、西口くん、ヘルシンキラムドクラブの皆様、そしてアートスクールから木下力&トディからメッセージ来てます、お聞きください。テトのボーカルの小池宗俊です。ベースの佐藤健一郎です。2022年のバンドの動きはどんな予定ですか？2022年ですか、もう今年はね、楽しいこといっぱいしたいですね。2022だからね、だってあれだね、はい、222ってなってるじゃん、222、はい、それだって次この感じになるの3033年だからねそうですねこの話しなければよかったな個人的な目標は2022年、いやもう今長生きしたい、ああいいじゃないですか、あの健康に過ごしたいですね、運動して、はい、いいんじゃない、運動したりね、いっぱい食べて、いっぱい食べてよく寝るよく寝る、あいいね、それいいじゃん、そうですね、はい、エイジファクトリーギターボーカル清水英介です。ベースの西口直人です。
僕たちエイジファクトリーは2022年は、ピュアブルーってアルバムを2021年の11月24日に出したので、それのツアーに回ってますね。はい。最後初めてゼップでやるので、うん、東京の最後そのツアー、まあ、全部で結構あるので全国各所各所行きますので、皆さんぜひピュアブルー聞いて遊びに来てください。お願いします。そして2020年個人的な目標なんですか、ナウティはありますか。何やろ、俺部屋を綺麗にし続けること。ああ、なるほどなるほど。俺はなんかあ、ちょっと筋肉を手に入れたい。ああ、なるほどね、はい、筋肉が欲しい。確かにそれは欲しいな、俺もそれにしよう。じゃあ2人とも2022年は筋肉が欲しい。はい。じゃあ以上になります。なんでいいの。うん、大丈夫だと思う。前もこんなテンションやった。じゃあお疲れさまです。ヘルシンキラムダクラブです。ボーカルギターの橋本薫です。ベース稲葉光大です。ギターの熊谷大輝です。はい、2022年ということなんですけれども、2022年はまあね、ちょっと新しい扉をさらに開いた新作のリリースだったり、はい、あと今まで以上にまた面白い組み合わせのなんかライブとかもね、うん、していければと思ってますし、あとはそうですね、やっぱり久々に海外にも行きたいですね。いや、行きたいですね、そろそろ。そう、海外でまたライブできたらなんてことも思ってますが、2022年のバンドの目標としてはいかがですか。まあやっぱりここ数年言い続けてるけど、フジロック、フジロックですね、まあそれを軸にちょっと僕らフェスにね、あんまりまだ出たことがないんで、うん、そうですね、来年はちょっとたくさん出れるように頑張りたいですね、うんうん、頑張りましょう。以上、ヘルシンキラムダクラブでした。ありがとうございました。ありがとうございます。アートスクールの木下力です。ギターのトニーです。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2022年はですね、僕らはですね、新曲をこうレコーディングしていたり、ライブなどしていきたいなと思っております。木下がご迷惑をおかけしたので、巻き返すような動きができたらいいなと思っております。はい、アートスクールでした。アートスクールでした。それでは、うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっとお尻の方から言いますけど、はい、木下って生きてたんだと思って ちょっと感動的だった。しみじみしちゃった、はい、うん、あれと思って。リキの声久々聞いた。ほん、いや俺もずいぶん会ってないからね、うん、もちろんレコーディングをね、うん、まあ途中ですけど、うん、少しずつ始めてると聞いてたんですけど、うん、木下力って現存してるんだっていうことがね、うん、はい、思い出せてよかったです。大変良いです、はい、今年どうにかやっぱアルバムが出たらいいなともちろん思ってますし、うん、でアルバム出たらやっぱライブしたいなっていうのは、うん、まあ、本当のことですよね、うんうんうん、はい、楽しみにしてます、はい、まあ、機会し楽しみにしてます、はいはい、もう手との小池は最初からもう半笑いだもんね。もうね、なんかね、もうね、本当に相変わらず何なのこの人何なのこの人ってコメントもらったのに分かんないよね。で、佐藤さんどうですかみたいな、ね、あんな感じで普段喋ってないでしょ。そう、ね、健康で長生きしたいということでございますけれども、まあね、うん、それは佐藤君じゃなくて俺が言うことだと思うけどねちょっと一人先におじいちゃんになっちゃったみたいだね、佐藤さん、ね、はい、エイジは、はい、うん、ツアーがある、ね、ありますね、うん、2人とも筋肉、いやでもやっぱエイスケ君普通に喋ってるの声本当心地いいよね。いい声だよね。筋肉欲しいんだ。ね。やっぱ筋肉大事なんですかね。まあそう、うん、そうね。ね。いいじゃないですか、筋肉ね。はい、ヘルシーな感じで。はい。はい、ヘルシンキは、うん、まあいろいろ言ってますけど。はい、でも去年もね、やっぱ面白い組み合わせのライブいっぱいやってるんで、うんうん、意欲的なとこはやっぱいいですね。はい。なんかね。ね、海外も行きたい。フジロックにも出たいと。まあ、そうね、うん。まあ行けばいいし、うんうん、出ればいいし。まあね、それ言うたらね。まあまあまあ。言うたらね。でしたね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、最後の3組はインストオーケーラブ
踊る、はい、そしてポリシックス林からメッセージ来ております、はい、お届けしましょう。はい、UKP ラジオをお聞きの皆さん、イースト OK ラボの広木隼人です。ギターの西尾です。ベースの岡です。ドラムのタモです。新年が明けまして、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。僕らイースト OK ラボなんですけども、まあ、去年はね、はい、アルバム愛というミニアルバムをリリースしまして、はい、はい、1年のまあ終わりがけに、無事にアルバムを出せたんですけども、はい、2022年もね、また愛のリミックスアルバムがリリースされますんで、それも楽しみにしてほしいのと、バンドもねどんどん今年もいろんな場所に行ってライブをして、新しい曲もリリースしていけたらなと思ってます。2022年始まりましたけど、西尾くん、じゃあ個人的な何か目標ありますか？今年の目標は健康第一です。でも本当にそうだよな。一番大事だね。僕今毎日朝ランニングしてます。マジでマジで。なので健康に気をつけて楽しくバンド活動をして飛躍していけたらというわけで、はい、以上になります。イースト OK ラボでした。ありがとうございます。ありがとうございました。遠藤さん、ふみさん、 UKP ラジオを聞きの皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。踊るのボーカルの溝部です。ベースのシェイクです。ピアノの森山です。はい、ということで、森山さん、2022年の僕ら踊るの、はい、動き、うん、はい、お伝えしてください。まあ、なんと言ってもね、まあ、すでに発表されていることなんですが、うん、まあ、ワンマンライブの、うん、まあ、コンセプトライブなんですが、うん、2days で渋谷でやります。踊る初の 2days でもありながら、はいはい、はい、このインディビジュアルズっていうのも実は去年は、うん、ちょっとギリギリ1回しかできなかったりと、そうですね。なんでようやくこうやって、まあ、2days だったりとかね、はい、ちょっとこう攻めたライブというのもできるようになってきたなという気がしているので、はい、今年2022年はたくさんライブしたいなと踊るでは思っていますね、うん、そうですね、はい、音源もね、そう、今計画しているリリーススケジュールでいくとかなり出ますっていう感じですかね、はい、そうですね。全てが計画通りにいくかどうかは分からない。はい、そうですね。何があるかは分からないですからね。もう少なくとも2022年はもうすごい活動をガンガンやっていく予定なんで、ね、はい、楽しみにしててもらいたいですね。そうですね、はい、個人的な目標ってある？2人は無病息災、まあ本当に健康にっていうとこかな、僕も。なるほどね、うん、うん、まあそれはあるよね、うん、僕ら踊るの中でホットな話題なんですけど、はい、まあ、ピアノの森山が若干の体調崩した時がありまして、いや若干ね、結構、まあそう言ってくれてますけど、僕はちょっと多分かなり、うん、そうそう、皆さんに迷惑をかけたというまあその時、まあ、心配はないんですけどね、うん、うん、そうそうそう、うん、その時からね、彼はなんか健康オタクに生まれ変わりまして、そう、反省してもうめちゃくちゃ健康に気遣って過ごしてますね、うん、食生活がもうなんかなんていうと、お坊さんというかさ、うん、精進料理みたいな、そっちそうなんですよ、うん、で、まあ食事、睡眠、運動などなど、うん、ちょっと気遣って過ごしてるんですが、はい、やっぱね、こう体が健康だと心もやはりこう前向きになって、はい、音楽作るにしても何にせよ、すごいっす、いいことづくめなんで、うん、今年もね健康に過ごしたいなっていうのが、うん、僕だけじゃなくてね、踊る周りの人みんな健康で過ごせるといいなという目標があります、うんうん、なるほどね、はい、まあ、ということで、踊るからのメッセージでした、はい、すぐにまた実際にお会いできるのを楽しみにしております。そうですね、僕はちょっと実は UKP ラジオ、はい、うん、コメントで初なんで、初登場なんですけど、そうですよ、前回ゲストで踊るが、ね、出させてもらった時、うん、僕ちょっと別件があって行けなかったんで、うん、ぜひ、はい、うんうん、
もう一度チャンスをいただける。そう前回より面白い話を超えていける変更話を超えていけるのではないかって思って、はい、全然できると思います、はい、よろしくお願いします。はい、読んでいただけたら嬉しいです。はい、はいはい、ではまたありがとうございました。ありがとうございました。ゴーイス、どうも、UKP ラジオナンバーワンヘビーリスナーのポリシックス林です。いつも楽しく聞いてます。ちなみに回復の回は聞いてないんですけども、そんなポリシックスはですね、2022年3月4日で結成25周年を迎えます。ありがとうございます。はい、そのね、3月4日に恵比寿リキッドルームで、ポリシックス 25th アニバーサリースタートです25と題しまして、メモリアルなねライブをやりたいと思います。25周年イヤーの幕開けとなるような、ライブを考えておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。そしてね、最近地方に行けてないので、いろんなところにね地方に行こうかなと思っておりますので、どうぞお楽しみに。そして個人的な目標としましてはですね、まあまあちょっとこれはさっきも言いましたけど、とりあえずもうね周年イヤーなので、曲作りやライブやるね、もうそういうところをとにかく頑張りますね。今まで別に頑張ってなかったわけじゃないんですけどもね、細かいことにもねちょっと手を抜かず楽しいことをねいっぱい考えていきたいななんて思ってます。以上、ポリシックスの林でした。トイストイストイス、ありがとうございました。はい、はい、林くんは、まあライブと一緒、ね、リズムがね一緒一緒、ね、そうなんだよ、コメント取るときもなんかあの感じなのまあ、ちなみにこのコメント取るとき私すぐ横にいたんですけどねいやこのブレなさはね、なんか、うん、まあまあブレないランキングではかなりとなんかね張ってますね。マジでなんかね、それ光栄なのかな。いやいやブレないブレないですよね、はい、ブレないっていうのはいいよね、はい、はいはい、あ林くんだなと思って嬉しかったですね。トイストイスも忘れずで、はい、はい、イースト OK ラボの人たちが、うん、健康第一っていうと、うん、まあ納得できますね。そうですね、さっきの小池の半笑いは何だったんだっていうね。そうね、あの、はい、まあ、リミックスの CD も出ますしね、はい、なんかイースト OK ラボね、うん、はい、なんか頑張ってんすよ、うんうんうん、なんか、いい感じっすよ。いい感じ、はい、はい、なんかこれいつもさ、なんか、うん、寝ながら聞くといいってこれ褒め言葉で言ってんだけどさ、それは悪くじゃないかって言われるんだけど、いや寝ながら聞くのって全然いいよね、いいですよ、はい、うん、踊るはですね、はい、なんだろう、うん、実はそんなに分数ないんだけど長いなと思ったんだけど、これは何なんだろういやでも実際長いよね。いやでも 3,4 分だよ。まあね、まあね、なんか 何が言いたい分かんないな、なんか分かんないな、なんか何雑談聞いてるみたいな感じ。ああ、でもこれコメントっていうラジオっぽかったね、なんかね、うん、彼らのそう、ね、ラジオみたいな、そうそうそう、なんか林とかのなんかこうコメントって感じちょっとするじゃん。そう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 、なんかでもその雑談の感じがその空気感というかそうそう雰囲気が出てるなーなんて思って聞いてましたけど、で無病息災ってまたかって、ま、これねかぶり損だったねこの人たち ね、なんかね、うん、でもやっぱ出るんだねそこね、うんうんうん、まあ、そうだよね、はい、森山さん初出演だったんで ね、そうだね、はいはい、なんか次回はそうです、ね、超えていくみたいなうーんそうねうーんっていう感じですけど、そうですね、はい、やっぱそのまあまあみんな一生懸命音楽やればいいんですけど、うん、まあ、別に飲んでて楽しくないのはヘルシンキ嘘つき踊る飲んでて楽しくないランキングね、で別にいいんですよアーティストなんで、うん、別にね音楽が良ければいいんですけど、うん、嘘つきはもう武田一人になっちゃったんで今ね、一応なんていうかその飲んでて楽しくないバンドっていうところからちょっとジャンルが外れちゃったんですよ、うん、あ、そのバンドという、ね、今トップ2が踊るとヘルシンキになってきて、うん、それ結構不名誉じゃないの。え、いや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 、音楽が良ければいいんですってまあまあそうね音楽が
でも飲むとそうすつまんない、そう、まあ、つまんないとまだ言わないですけどね、うんうん、でそれその個性をね今回のコメントでも存分に発揮してくれたんでね、はい、言い方ねあるよね言い方、はい、言いようだねものはそうです個性ですね、はい、うん、いやでもなんかそれぞれ皆さんなんかこうやっぱり雰囲気が出てるよね。そうだね。ね、こうやってそれ面白いですね。ね、はい、あんまりこうやってバーってこう連続でいろんな人のコメント聞くことなかったからさ、はい、なんか性格の出方が本当わかる。皆さんありがとうございます。はい、ありがとうございました。この間、この間ね、去年ですね。うん、去年アレキサンドロスのライブ見に行ったんですよ。はい。そしたらであのボーカルの洋平があと4曲って言って。うん、寂しい時は足を踏み鳴らせって言ったらみんなが足を踏み鳴らしてて、うんうん、これロゼ会の聞いてるんですよみんな、うんうんうん、お客さんもそのメンバーも、うんうん、で1000人、まあ、ZEP で満員だから1000人ぐらいの人が一気に足を踏み鳴らすじゃないですか、うん、で地鳴りみたいになってちょっと怖いなとそうねそでも言っといてよかったと、うんうんうん、そういうねレスポンスがあるとね、はい、ちょっといいですよね、はい、ありがとうございます、はい、てな感じでございましょうか。そうですね、はい、コメントをくれた皆様ありがとうございました。UKP ラジオ、UKP ラジオ今回で78回目。ああすごいですね。そうですね、まあ、100回ももう少しみたいな見えてきた系ですよね。28回ってだってねん結構半年ぐらい半年ちょいぐらいでもなるもんね。そうだよ、うんうん、大変っすね。ねえ、だ今年中に来るってこと、うん、ねえ、うんうん、おやおやあっという間です ね、 ね、うん、どっかでね、はい、なんかねあの人の話面白かったのでもう一回みたいなリクエストがあるといいですけどね。嬉しいですね。なんかもう一度みたいな、はい、あの僕はね、うん、あれブライトライトですけどね市川さん僕市川推しですけどね。市川さんの会話面白かったですよね。市川推しですけど ね、 ね、なんか今だったらもっと聞けることもあるんじゃないのかとかそう ね、 ね、あっちとはやっぱりねちょっと偏りがあるんで、うん、まあまあまあそうです ね、 そうね、とりあえず、うん、ジョニー岡大臣は、まあ、あと3年ぐらいいいかなっていうのがあるじゃないですか結構先ですね、はいはい、ね、オフマイクの時の方が面白い説、そうなのよ ね、 ね、あるね、はい、いろいろありましたが、ぜひあのリクエストなどなどあの、はい、この人もう一回呼んでほしいななんてありましたら、ね、ハッシュタグ UKP ラジオつけてぜひリクエストお願いいたします、はい、UKP ラジオ2022年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、皆様からの感想もお待ちしております。ハッシュタグ UKP ラジオつけてつぶやいてください。 UKP ラジオのツイッターアカウントもあります。ぜひこちらもフォローお願いいたします。 UKP ラジオは UK プロジェクト遠藤浩一とポリシックスふみがお送りしました。